いつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。やった。私から行くわ。俺も行くぞ。気持ちいいね。これ以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら早く来いよこのノルマ。みんな死んだ甲斐があったな。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。手の空いてるやつは来い。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。無視はできねえな。よし、また討伐数を稼げたな。巨人ども、人類は巨人になど屈しない。拠点を築きましょう。拠点の構築を。兵長、俺に任せてください。邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。苦戦してるみてえだな。行かねえと。各員手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたか。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。やってみせる。兵長、ここは俺に任せてください。私もなかなかやるでしょ。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。駐屯兵団の増援か。ここで倒す。仲間の救援を最優先とする。兵長、ここは私がやります。次に行きましょう。私のために兵長、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行けよ。救援要請ね。助けに行かないと。あれ、この子は訓練兵だよね。雑談してる場合じゃねえと、さっきてめえが言ったんだろうが。ああ、そうだった、ごめんごめん。生きてたか。状況はどうだ。そっちも無事みたいだね。やっただけで十分です。次に行きましょう。ずいぶん張り切ってるじゃん。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。話が聞けそうだな。おいガキ、このトロスト区で何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104期の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いやー、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ヴォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレイ総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。事の顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ、これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいしな。こいつは巨人化した時、力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェーガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろう。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。その冗談面白くねえよ。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。調子はどうだ？つかの間の。あんたはどう思う？死は無駄によし。やるぜ。おお。おいおい、今ずいぶんと派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ。なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いいよ。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのかわかんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。